皆さんどうもこんばんは、すももです。今日は就職活動の関係の動画ですので、顔出しをせずに動画を撮っております。で、今回のテーマはトゥトゥン、絶望の職務経歴書についての話をしたいと思います。で、今4月採用で就職を、まあ、転職をしたいって考えてて、まあなんかな、まあ、ちょっと夏ぐらいからいろいろ準備はしてたんですけど、亀の歩みで、まあ言うてまだ4月ってまだまだやしって思ってたら、もう気づいたら10月もう終わるじゃないですか。もうやばい、やばいっていうか、ちゃんと計画的にやらへんと、もう言うてる間に11月、12月、もう年越したら、もう1月半ばぐらいから私が狙ってるところは、求人が出てくるので、もう計画的にやらへんと痛い目に遭うので、まあYouTube のネタにもしてるんですけど、就職活動のことについて話していきます。で、最近その就職活動はお姉に結構応募書類とかを見てもらってます。で、お姉は全然そういうキャリアカウンセリングとかそういう資格とか別に持ってないし、ただのって言ったら悪いんですけど、普通に看護師さんをやってるので、全然そういったそういうキャリアアドバイザー的な人ではないんですけど、やっぱりずっと、まあ、大学から一緒に、まあ、友達なんですけど、で、やっぱりその大学からの友達なので、まあ私が就職してからのこととかもずっと知ってて、まあそのまあ私が一通り働いてきたところは知ってることが多いので、まあ結構その書類とか作るにあたって見てもらえてすごい助かってます。で、やっぱりその今まで知ってきた仕事で、その職務経歴書って、まあ、その履歴書と職務経歴書っていうのは就職活動をする上で、まあ、出さなければいけない書類でありますし、あ、履歴書はだいたいフォーマットが決まってるし、いいっちゃいいんですけど、職務経歴書に関しては、まあ、自分で作れるじゃないですか。まあ、自分でフォーマットを作って自分がアピールしたいことを自由にカスタマイズできるので、まあやっぱここが見せ場ではないかなと思って、で、あとやっぱりその書類を作るに、まあ、志望動機であったり、まあ、その履歴書の方を作るにあたっても、自分の職務が今までどんなことをやってたとかの棚卸しができてへんと、やっぱその書類が作りにくいし、まあ書類が受かって面接になった時にもやっぱり困りますので、今回職務経歴書を久しぶりに見たんです。見たというか、まあ今の仕事に応募する時に作ってた職務経歴書を USB に保存してて、まあ久しぶりに見たら間違ってたんで間違ってたなんかあれ、年代がおかしいなって思って見てたら、私大学卒業してすぐに就職してるけど、1年なんか就職浪人したみたいな形になってて、あれおかしいって思って、そこだけ間違ってて、あ、顔映っちゃった。そんで、いやー、これちゃんと点検しとかなあかんわって思いました。で、私何回か話してるんですけど、まあ4大を出てから、まあ、23歳で就職して、で1年民間の営業事務職をしてました。まあそこがブラックで早期に辞めました。で、そこからは、まあ、ちょっとブランクは空いたんですけど、役所とかその行政機関で契約職員で働いてます。
でもなんやろ、一番最初に働いてた会社の印象が強すぎて、もう正社員で働くのが嫌だと思ったし、まあ、またその話は別にするかもしれないんですけど、まあこの契約社員でも全然いいかなって思うようになっちゃいました。まあその契約社員でも結構役所系だったら、その条件を満たせば社会保険とかもついてるし、まあボーナスとか年給とか、その福利厚生がしっかりしてるので、まあ役所系のバイトって結構私はいいと思います。まあそこまでブラックじゃないところも多いので、まあ私には合ってるかなって思います。で大学を23歳で卒業して12年経って、この職務経歴書を見たら、なんと11箇所も働いてました。今のところを含めて11箇所なんです。なので、まあ12年で11社ってことなんで、もう1年で1社ってぐらいなんですよ。1年で1回辞めるペースやんって思ってで最短が3ヶ月最長が2年半ってことで、もうほんまにクソみたいな職務経歴書なんですまあそのまあ実際その契約期間満了で終わってるところもあれば、自分から辞めたところもあるし、一ちゃん最短の2ヶ月はもうほんと自分から辞めてるし、もうほんまにクソやな。この多分もう履歴書見た時点、まあ応募書類、職務経歴書見た時点で、この人すごい仕事を辞めまくってるやんって思われると思うし、まあそこが私の結構就活にあたって弱点であると思ってます。まあ、今の職場はまあ割とまだ続いてる方で、去年の9月から働いてても1年は経ってて、まあ今の仕事は自分から辞めることはなく、まあ今のところ続けてて、まあ転職せんでいいやんっていう言葉も聞くんですけど、まあお金のことです。もういや、あのこれをさすがに見せることはできないんですけど、もうすごい11社も仕事してたら、もうさすがになんか、こいつは問題あるんとちゃうかって思われそうなので、もう嫌になりました。で一応職務経歴書は2枚までがベストって書いてたので2枚に収めてます。1枚目が丸々職務経歴で、2枚目は自己 PR とかを入れていきます。まあ言うても11月になります。頑張ります。以上です。